はい、おはようございますね。ミャンマーヤンゴンのですね、ミャンマーヤンゴンの中心街の、まあ露天商ですね。こんな感じです。こんにちは、ハロー、こんにちは。まあこれ DVD ですけどね。まあ実はさっき私も買いましたけど、1枚50円。50円に5つ6つぐらいですね、DVD が入ってます。お、これなんだ。お、踊る操作も違うかな。間違ったな。違いますよね。まあこれ DVD、違法販売。50円で、50円で5つ6つの映画が入ってます。はい、こっちはなんですかね。こっちは、お、なんかよくわからんですね。ここなんでしょうね。うまそうですね、なんかそうですね。おー、素晴らしい。こんな感じです。これね、はい、ミャンマーとか、おー、こっち向かないですね。スマイル、スマイル。スマイル、スマイル、スマイル。おー、サンキュー、ゲーム。はい、ジャンプリーズ。これなんかね、パンに、ご飯に、なんかこう入ってますね。パンにご飯。ちょっとびっくりですね。あ、ほら坊さん来ましたね。まあ、俺にもくれんかいと。坊さんってのはこっちなんですね、実はですね。知りませんでしたからね。お、なかなかこの子はなかなかいいですね。レギュラーだ。おもちゃですね。はい、これは。おお、おお、おお、走ってますね。はい、こんな感じです。はい、ミャンマーのヤンゴンです。ミャンマーのヤンゴン。おもちゃはこういったやつは大体メイドイン、やっぱチナですね。メイドインチナ、メイドインチャイナ。はい、こんな感じです。前山さんこんにちは。お、これは何ですかね。これは何ですかね。これはなんか、まあさつまいもですね。さつまいも。はい、こっちは、あ、これ CD ですね。 CD、 なぜかこんなの CD ですね。あ、 CD ですね。お、食ってます。朝から何か食っております。これは何でしょうか。これは何でしょうか。これはこちらがよくわからんすからね。いくらなんでしょうね、これはね。ジャブウェイの、ほら、こんな感じです。ジャブウェイの、もうミャンマーズなんかうまそうですね。おかゆとなんかが一緒になってる。そう、いや、うわ、これ何でしょうか。これまたうまそうですね。すごいですね。お、砂糖入れてないですか。砂糖かっこいいじゃん。お、これは何ですかね。これは結婚式のなんかですかね。違うかな、なんだろう。お、おい、藤原のりか。お前何してるんやみたいな感じ。おー、あ、なんだろう、これなんでしょう、これ。あ、カレンダー、カレンダーですね、これ。カレンダーですよ、カレンダーだ。はい、こちらは通常、まあ、果物屋さんですね。おー、ハロー、こんにちは。ハロー、ハロー。はい、あ、これは新聞ですね。セブンデイニュース。おー、現地新聞もありますね。おー、見ました。おー、こんなんもありますね。こんなんもあります。なんかよくわかりませんけどね。こんな感じです。こんな、ハロー、おはよう。あの、この辺ですね、実はですね、インド人街もあるんです。インド人街も、まあ、それでこんな感じですね。そうですね、こんな感じです。おーら、こんな感じですね。そうですね。はーい、はーい、はい、これはインド人ですね。ハロー。こうやってほら、こうやってますね。これで冷たい水を。なるほど。よくわかんないけど、これ冷たい水を今こうやって売ってるんですかね。どういうことかな。冷たい水、氷抜きしたやつをこうやって飲んでます。なるほど。っていう感じですね。はい。素晴らしいですね。おー、こっちが海ですね。向こうがヤンゴン川です。この前行きましたよね。いやー、ハングリーなガキがいましたよ。私に声をかけてきて、要は絵はがきをですね、10枚で
二度で買わないか、いらないって言ったんですね。いや実はもう2年前の台風で家がなくなった、両親も死んだ、高校にも行けないんだ、16歳だみたいなね。だから俺は今こうやって働いてるんだ。英語ペラペラですよ、16歳。これはすごいと思った。目がねなかなかいい、うん、まあ騙しもしなかった。年間15ドルいるんだ学校に行くのにっていう。15ドル、たったの1500円かみたいなね。これは俺に出せって言うとお涙ちょうだい物語かなと思ったんですけども、ああこういうね、まあミャンマーのこういったハングリーなガキたちが来るんだなと。わあ、これですね。おお、これですね。うわあ、すごいですね。チキンですね。ああ、インディアンね。おお、こんな感じです。はい。どこだ。えい。ああ。えい。ああ。うん、これはですね。ライスのなんか、これ米ですね。米をですね、あげて。まあ、リング屋さん。バスはですね、こんな感じです。一応バスがある。大体ですね、これジャパン製です。見てください、非常口って書いてるんですよ。あ、非常口って書いてます。日本の中古のバス。まあ、こっちの普通のバスで走ってます。あ、これ電気屋さんですね。電気といろんな分野ですね、こうやって売っております。あろー、これ何を売ってるんですかね。そうですね、これ何でしょう。あー、What's this? うん、なんかね、これはまあ普通の洋服屋さんですね。洋服屋さん、はい、頑張ってます。洋服屋さんです。おー、また私の好きなありました、ありました。韓流、これなんだ、パントラ、韓国違うレクト、おー佐藤なんとかね、ありますね。これなんかありますよ。おー、なるほど。あ、これなんかブルースリーのドラゴンへの道かな、出ましたね。お、韓流、ね、韓流頑張ってます。これはですね、中国製の、あ、違う、なんか、なんですか、ね、うん、よく見かけるんで、タバコ、麻薬の一種かなみたいな感じなんですよね。こうやって作っております。こんな感じで、なんかよくわからんすけどね、こんな感じで。あー、グッモーニング、グッモーニング。そうか、ちょっとあんまりやるとですね、まあ怒られるかもしれんね。もうこれぐらいしとこうかね。ちょっとね、いろいろ軍政でミャンマーですね、マスコミとかそういうのを嫌ってるんですね。いやいや、ちょっとこの辺でやめときましょう。ちょっと捕まりそうな感じもするんで。はい、ミャンマー2010年の12月1日、ミャンマーのヤンゴンでした。はい、どうも。はい、ありがとうございました。どうも。はい、ちょっと私も行ってきます。ハロー、カヤノです。こんにちは。ハロー、ハロー、ハロー。はい、ミャンマー、ヤンゴン、なんかこれから来そうですね。うん、さっきやすやすですね、日本人に会いましたけどね、日本人のなんかね、リタイア、海外駐在、転勤経験がある人で、まあ、今はミャンマーのミャンマーヤンゴンですね、今度住もうかと言ってるような人でしたけど、が言ってました。ミャンマーはね、可能性があるんだ。バングラデシュもね、これからすごいけど、ミャンマーは今軍政でちょっとね、うまくいってないけども、これから良くなるよって、うん、資源が豊富と、いろんな資源が豊富で豊かだって言ってましたよ。豊かなのか、私が今まで来た国の中でもミャンマーはですね、まあ貧乏な国だなと思ってたんですけども、潜在能力が、おー、なんか出ました、出ました、出ましたよ、なんか出ました。なんでしょうこれはね、すごいですね。おー、すごいですね。あー、素晴らしいパワー。あー、なんかよくわかりませんけどね、こんな感じです。はい、どうも、サンキュー。おー、おー、なんかやってますよ。